はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりぼてです。今日はですね、私が持っている、ミニコンポと、ミニコンポですね、2台あるんですけども、この2台で、音の聞き比べをしてみたいと思います。まず最初に、下ですね。こちらはビクターの一体型のミニコンポです。ビクターの、MX-S7WMD というミニコンポで、残念ながら純正のスピーカーがなくてですね、BOSE のモデル121というスピーカーで鳴らしてみたいと思います。まあ、一応私ができる範囲ではですね、スピーカーの下にインシュレーターを入れたりですとか、スピーカーコードを変えたり、それから電源コンセントを正しく差し込んだりということで、できるだけいい音が鳴るようにはしました。もう一台はですね、山水の、当時のバブルミニコンポと言われた、山水の、SX77 というスピーカーを中心に77で、揃えられた、ミニコンポです。バブルコンポとも言われてますね。最近非常に人気が高まっているようです。で、この2台で、果たして音に、どのくらい違いがあるのか、またはですね、どういう音がそれぞれ鳴るのかということを、今回は動画で皆さんにお聞きいただきたいと思います。で、どちらがいいかどうかというのは分かりませんけれども、当時のミニコンポですね、どんな音がしたのか、一緒に楽しんでいただければいいかなと思っています。それでは、最初にですね、ビクターの、ミニコンポから、続いて、山水の高級ミニコンポという順番で、お聞きいただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。どちらもですね、やっぱり今聞いてもいい音がするなと思います。おそらく今のオーディオもきっといい音がするんだと思いますけれども、こういった1990年代から2000年の間に作られたかつてのオーディオですね、やっぱり持っているだけで何となく満足ができる、自己満足の世界ですけれども、いいなと思います。こんな風にですね、当時は決して買うことができなかったオーディオを聞き比べて見れることがですね、すごく今の時代は幸せだなと思っています。皆さんもですね、どんなオーディオを持っているのか、どんな風に楽しんでいるのか、コメントを寄せていただければ、嬉しいです。はい、今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。